2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいてに、世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半前先生です。いろいろ投資の方で考えてたんですけども、あんまり簡単な方法で稼いだらね、すぐガーガー人間たち団体がね一斉になって妨害してきたり、教えろってうるさいんでね、難しいことしておりましたけれども、いろいろねで簡単なものだとすぐ妨害や人間たちが入ってきたんで、で、人間たちがね投資してる各自稼いでる人を見たらね、情報をね分析したらね、実に簡単なことで稼いでるんですね。で私はこれ簡単すぎて、これは僕がやるとねスペシャリストだから口座閉鎖凍結させられると思ったんで、妨害でね やってくるんですよ 100%。 マレーシア航空機撃墜なんかも私が多く稼げて、別荘外国に買おうかと思った時にね撃墜されたんだけども、で揉め事があって3ヶ月後にねやられたんですけども、警察にも前もって言ってたんですよ。無視されましたけどね。でそういうことでねやったんだけども、全部簡単なことでじゃないと稼げないですね。全部そうですね、簡単なことにならなければ稼ぐことできないです。 FX もバイナリーオプションもそれが分かりました。だから簡単なことをやって稼げなくっていうのは、妨害でねその人を見てね凍結されるんですね、ということだけですね。だから保安力が必要なんですね。ただ僕の場合は人間の上の生物だから、人間が全員が必ず妨害してきますので、人間たちの場合はそんなに多くないんだけども、ただ私いろいろやってるでしょ。だから皆様方のやってるところで入って私のことでね稼げるかって妨害してね凍結されるって言うと、そのところ全部妨害されるんです、世界中と。どこも稼ぎがなくなるんですね。というようにいろんな方法でいろんなところ入ってみたんだけど、そうなるんでね、いろんなところでね簡単な稼ぎしかありませんから、方法しかありませんから、いろんな方法を勉強してたんですね、法案でね、2016年からね。それからもう妨害が多くて、年金も出さないよなんて役所言ってくるぐらいでね、妨害してきましてね、そんなことはもうしょっちゅうなんですよね、僕に対してはね。人間よりか上の知能の生物ですからね、ということが分かりました。だから簡単なことはまた一つ見つかりまして、こういう投資方法だったら稼ぎやすいなということが分かったんだけども、訓練は必要ですね。ということでね、秘密にします。でこれはこうだと、こういうものは違反だよって言ってくんですね、作ってね、妨害で。で僕のところだけで言ってくんですね、人間の上の知能の生物だから人間全員がやってくんです、妨害必ずしてくるんで。で妨害はやったらどん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 エスカレートしてきますからね、全部するんですよね。で今度僕が防御が強いと、この人間全員との妨害があるから人間たちもついでにやっちゃうんですね、身の回りでね。そういうことがあるんで、まあ人間たち全員の妨害だから、ね、ただ人間たちの方が怪我は大きいはずですからね。だけども全然平気でやってくるっていうことがあるんで、あんまり怒らせて やっちゃいけないというようなことはありますよね。構わず捨て身で来ますから、妨害してきますから。で僕に対しての仕事の妨害は悪いことじゃないんだけど、人間が必ず殺しをしてきます、殺人してきます、大きいですね、戦争レベルを越してますね。だから福島原発も私がこっちにいるんで妨害でやってきたんですけど、日本政府世界政府からねやってきたことなんですね。私こっちの方に東京から来たんで、妨害でやった事件、スケビなんですね、わざと起こした事件なんですね。そんな風に
戦争上の妨害なんですね。ただ上の生物ですから、知能の生物ですから人間全員がかかってくるのは当たり前なんで、これは戦争とかいう問題じゃないです。それは戦争以上のものですけどね。言うんでね、あの生物の違いの差の圧力ですからね、これは戦争じゃないんですよ。ただそれは当たり前で、戦争以上の力がなければ人間全員からの攻撃が、ね、をより強くなければ上の生物としてはね、全部攻撃してかかってくるんですね。だからこれは喧嘩でも戦争でもないよね。生物の違いですよね。ね、で黒人とか白人の差別とかいうのはこれはあの違います、喧嘩みたいなもんですけどね、上の生物との摩擦だからね、人間よりか上の知能、宇宙でもそういう仲間で生きてますから絶対勝てるわけないんですから人間ね。ただ僕だけは地球にいるんでやられることがあるんで、非常にね怒らないように人間をしなるべくするんですけど、わざとそれを知ってて暴れ回ってくるんですけどね、まあこの辺をよく注意しないといけないということはありますけども、投資はそういうことですね。いかに簡単なことなんだけど、教えたら当然、ぶっ壊されますね、ということですね。簡単なことで稼げるということですね。それを見つけ出すだけですね、ということでが分かりました。だから簡単だからこれ違反とかね、言うのは言わないように、違反じゃないから全部そうですから、全部潰されるというか稼げることじゃ全部潰すってことですからね、簡単なことしかないです、稼ぐ方法を見つけ出すのにね。こういうふうにこうやったりって複雑になったって、こういうふうにアルゴリズム打ったら必ず勝てるとかいうことまでありますし、簡単なことでもありますからね、3と読みぐらいでもあるんですよ、ね、簡単に稼ぐ方法とかね、そういうことでね、簡単なことになります 100%、ね、でそれが見つからなければ絶対稼げないということですね。簡単な方法で稼げる方法を、ね、的確に見つ